おしめはね、チェルシーが有力ですけどね、チェルシーもお金そんな作れないとかね、あとはパリ・サンジェルマンと話し合うから、そこ決まんないと、それ売ったお金でルカク取ろうとしてるっていう。ルカクはナポリ行きます。あ、北川さん見てくれてたんですね。ありがとうございます。じゃあ、ナポリですね。北川さんが言ってるあの、あれおしめはどうするんですか北川さん。これ、最後に北川さんで締めたいんですけど。そのおしめ売れてからのルカクの交渉になんのかなって思ってたんですけど、あ、やっぱそうなんですね。いきなり北川さんにもう勝手に。 っていう形にしましまたけどあ交渉に含まれるというより押し無辺売るそのお金をルカクに当てるだからこの段階踏まないと無理みたいいいなただもうルカクは <laughs> 気になるな気になるチャットで <laughs> ただもうルカクは <laughs> あの時のようには期待できませんって格好書きが大きい感じがそれはもうユーロ見たらねコンテから個人でいい なんでまあ前回北川さん見てくれてるかわかんないですけどルカクの使い方っていうのを熟知してる人だとベルギー代表だといろんなルカクもう最高パフォーマンスのルカクを要求されたんですけどこのコンテのルカクだとコンテが求めることだけやればいいかなっていう感じになるかなみたいなね感じは思ってるんですねメニューをもらってトレーニングしてあコンテから個人的にメニューもらってトレーニングしてあもうすごいですね息子みたいなあそうなんすね いや楽しみコンテと、ね、ルカクの再会でもコンテとナポリの会長は来年は揉めてそうっすよね <laughs> コンテのあの感じでナポリの会長とずっとうまくやれる気がしないんですけどねでそれで対談になったぐらいでインザーギも勇退になってるのかまたルカクのポストルカインテルのポスト空いててマロった GM とかがコンテ呼ぶみたいな感じがしますよねところがコンテのの契約の中に 気になるな北川さん北川さんをお呼びしてこういう生配信したいぐらいですね一切現場介入禁止事項が入ってるとなんでそれを僕はナポリの会長が破ってくるんでやめると思ってますね <laughs> 北川さんがどういうニュアンスを言ってくれたか分かんないですけどその,その現場介入事項が入ってるから大丈夫じゃなくて「入ってんのに入ってくんな!」でもめ出すっていうあはは。<laughs> <laughs> 守るわけない。いや、おもろいっすね。怒られやすいルカクトゥエルの期待裏返じゃん。言われやすい選手っているよね。ルカクだって前、まあ、よく言うけどね、コンテにね、インテル時代、ちょっと戻ってボランチのケアすんのを怠っただけで、殺すてめえみたいな言われてるやつめっちゃ音声入ってたりとか。あとね、ベルギー代表でもあるんだけど、同じミスでも、あの、アザールにはデブライネ言わないけど、ルカクには言うみたいな。ルカクに当たり強いな、デブライネみたいな。 これね、ルカクだからおもろいよね。めっちゃさ、ダメな選手だったりとか、なんていうのかな。まあ、旗から見てて、この選手だな。点取れない原因とか、知ってんのゲ原因みたいな選手いるじゃん。っていう選手じゃないじゃん、ルカクって。普通に、お、よく収めたな、とか。よく決めたな、とか。そこ、サイド行ってクロス上げれるんだ、みたいな。なのに、むっちゃ言われるっていう。それが可愛いんだよ、なんか。だから、ルカク普段からなんか無茶ぶりされてギャグやったりとかすんのかな、みたいな。<laughs> ルカクめちゃくちゃ友達になりたい感じだけど。 だってあれでしょ、ポグバがさ、ユナイテッド入る前からルカク仲良くてさ、エヴァータン時代にポグバが、このルカクを助手席に乗せて、オールドトラフードのとこ連れてって、あの、なんか見せたみたいな、ここに来いよみたいな。で、ルカクユナイテッド移籍した時嬉しすぎて、あの、パーティーして隣人から騒音で苦情来たりしてるじゃん。かわいいよ。それ言われすぎて、なんかあれだよね。<laughs> ルカクが移籍希望出してるって説もあるからね。いやー、ルカクかわいいなー これでね、ルカク猫蹴ってたら嫌だけどね、あんな可愛かったのにな、みたいな。ルカクはこのまま可愛いまんまでいてほしいね。そう、言いやすい選手なぜかいい。でも大体言いやすい選手ってミス多かったりとかで、まあいじられキャラ加速するみたいな。ルカクみたいに結果残してみたいな感じで、なんかこう軸になる選手なのに言われやすいっていうの不思議だよね。あんな体もでかいしさ。いいやつなんだろうね、プレーとかも見てて思うけど。絶対ね、あの、アザールは言いにくい。 まずある家長には言えない <laughs> 動き直せよ、ルカク。なんでその来たら決めますみたいなスタンスなんだよ。がむしゃらに動いて点取れなくても頑張ってるって言いたいんだから。なんでこのロベルト・バッチョのスタンスなんだろう、ルカク。ルカクよりデブライネの方が動いてるのは違うだろう。絶対いっぱい動いてた時期の方が点取ってんだから。ルカク、オフサイドライン越えている時間長いって。やっとガきまる 強いけどなぁ。これ、あれ思い出すな。パブロ・マリン思い出すな一番いい時のルカク知ってるかな楽覚えちゃったないや、毒のこのアジリティ半端ないね。いや、ロナウドの方がライン越えてる時間短い、全然。バリエーションの一個としてやってる感じでしょ。ルカクはそれをベースにしてるからね。で、何より、ロナウドとルカクは違うからさ。<laughs> ルカクは自流側にならなきゃいけないからなもうそういうキャリアなんだし。 だ,だって、ルカク、そんな30な、三十なったぐらいでしょ、多分。こんな吹っ込んだプレイスってしてる場合じゃないでしょ。31か。うん。こんな、ボール来た時だけ頑張ります、みたいなさ。ルカクは斜めにさ、後ろからボール出てくる時に抜けるだけで全然スペース空くしな。けなげなルカクは可愛いんだから。ただやっぱシンプルにしんどそうだな、体が。やっぱ夜としなみがあるんだろうな。今顔見たらもう。 ルカクとロサルンスのが一番強いキスの応援チャンネルでは言っちゃないでしょでルカクの使い方なんだよねルカクがこう背負ってる時に誰も出してあげないのよここで当てればいけんのにでルカクもクロスで待っててほしい時に何かまだこうやってるみたいなそれはな相手見てやるみたいなこととかなだからサッカー人間出るからなきたねえ来たうわールカク打ってほしいなさ。 気は自分で言ったけど、毒で、あ、ワンタッチ、ツータッチ目が多かったな、ルカク。ワンタッチで落としてあげたらな。いや、ルカク、ボディバランス劣化してるな、正直な。ボディ、まあ、ボディバランスって言い方っていうかな。全体的に運動量も、劣化してるな。だから、フィジカル的に落ちてるからいい判断できなくなってるとかあるよね、絶対。あ、これはいいぞ。いや、ルカクに高いやつ上げる気デブラになかったね、今の引っかかり方。トライじゃなかったらなんかちょっと、 お休み前にちちょっっとと食べちゃったかかななんかあるだろうけどなベストコンディションではないね劣化って言っていいかわかんないけどベストコンディションではないってるルカクキャプテンの方が面白いんだよねでもこれ聞き出したらもうねそうなんだよルカクキャプテンのあのねいい感じに乗ってきてるのがいいんだよね兄貴になりたい感じルカクは尊敬されてなんぼだからなそしたらデブライネが怒っちゃうからなクルトワみたいに公には怒んないけど、ね、ルカクは 活躍してない時他の人より目立つからね、体大きいから。デブライネがキャプテンだと最初と話違う。でルカクにどういう風に説明してたかだよね。デブライ戻ってきたらキャプテンじゃなくなったけど、10番でっていう、そういう交渉で落ち着かせたと思うんだよな。ベストコンディションのルカクはすごいんだけどね。あとはね、ルカク自体のパーソナリティなんだよな。10番つけてる選手の扱いされてないんだよな、チーム内で。なんか、こいつは無視してもいいみたいなの多いじゃん。そう、普通9番だよね。 キャプテンにはしたぐらいけどエースにはできるっていいうねいや僕がねボール持った時のねこのワクワク感だねルカクのあれ今日は結果でしょ結果出すと思ってんだよただそのなんていうの90分で見ていい選手だった時代知ってるから寂しいっていう感じだねずっとできないんだったらあれなんだけどね頭取らわれ感みたいなルカクは90分で見ていい選手とやるからルカクが悪いところとルカクの使い方とか別にそこの何もうその扱いはしてもらってない選手が 結局コンテななんだよなルカクのこと一番知ってんのルカクがクロス入れてもらってないチェルシー時代に文句言ってねその後トゥヘルと仲悪くなったんんね何で言ったんだっていうね別にほっとけよりさそのぐらいルカク好きなんだよなコンテでも本当ベルギーねキャラいい人多いねこうやって見るとねルカクナポリ全然ありそうだね結構儲かるしなあのオシメントのあの差額でねルカクだけ見つめてるはコンテの歌なんだな 「ルカクだけ見つめてる」「出会った日から今でもずっと」っていう歌詞がちょっと響くもんなチェルシーの時も獲得希望してねその後インテルでやっと取れてみたいないやルカクはハードル上がるからな見た目でルカクが決めるまではこの配信のテーマねコンテはルカクは試合中時々スイッチを入れてもらう必要があるって言ってああめっちゃわかるわ。 それがあの、スイッチの入れ方がもうほんと昭和のテレビみたいな感じだね殺すぞって言ってスイッチ入れてた。調子悪い時叩くみたいな、ね。ルカクそれって良さそうだもんな。だこんだけさ、ボール当ててほしくても当てないってことは練習で結構うまくプレーできないっていうかね、失ってんだろうな。練習で失ってるとボール来ないもんな。ルカクは変えない方がいいですね。ルカク変えたらさ、試合うまくいっててもさ、話題がなくなるからね。ルカクはもうマスと。 そうなんだよな。ルカク答えしたら見る意味ないからな。バロンドールとかももう意味ないからあれね。ルカクドールじゃなかったらね。ルカクドール授賞式だったら見てるもんな。毎年ルカクが受賞する。ゴールデンルカク賞と。ルカクって結婚してたりお,お子さんいたりしないんだっけだからいじれんだよ、ちょっとお子さんいたり結婚したりしてるとちょっといじりにくいもんね。ルカク昔、ね、インスタでケツのでかい女によくいいねつけてるって誰か教えてくれたの。ルカクお子さんいたルカクがお子さん。 これルカクのお子さんが出てないよね。ワンちゃん。この、あれみたいな。斎藤銅山みたいな。実は2代であの偉業を成し遂げてたみたいなさ。油売りから1代で美濃を乗っ取ったと思ったら、あれ親子2代の所業だったんだみたいな。ルカク5歳ぐらいの子供いる。あ、そうなんだ。じゃあかわいそうだ。じゃあこっからパパが張れるのスタンスでいこう。今出てんのがその息子さんじゃないよね。おお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 来た 今、ルーマニアの戦力確認してる間に、引っかかって、オナナが粘って、デブライネから、これ奥もなさそうだこれはいったぞ。いやー、みんな喜んでるね。これオナナの粘りでかかったし、大丈夫だよね。右サイドバック残ってるもんな。この右サイドバック残りがちだな。北川さんいらっしゃってたないと思うけどな。大丈夫だよね。<laughs> さあ、どうでしょう。ウォールリビュー。 オフサイオフサイってなってるけど <laughs> マジかよ <laughs> ここまで <laughs> ここまでか入らない仕様になってんのかなあの角のまあでもこれもあれなんだろうな本当にディフェンスラインからさあのディフェンスラインぐらいでオフサイドを超えたところでさ待つ癖出てきちゃってるじゃんだから本当に前よりも助走とかつけれなくなってんだよ絶対 本当だったらあと一歩戻ったところからとかちょっと助走つけてオフサイドかかんないようできてたのがこれ不運に見えて実際はね普通にフィジカルコンディションが落ちてんだよねそうだこれは不運じゃないんすよだってロナウドはすごい綺麗な抜け方したじゃんさっきの試合でそうやってオフサイドってかかんなくするんだみたいなさ画像で見せうしいルカク陰謀論ないだろ <laughs> ルカ君に決めさせなないいしてるみたいな私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております